こんにちは、札幌占い美容室早任せの後藤です。ハイチューブ TV。 皆さん、セーハのトリートメントって知ってますでしょうか？セーハトリートメント簡単なんですよね、使い方が。まず1番つけて、で、ライトはちょっとサラサラ軽い質感用の方はこっち。で、しっかりしっとりしたい場合はこっち。で、あと3番があるっていうような感じなんで、使い方としては、この1番をつけて、で、この2番をどっちか選択するっていうような感じですね。サラサラなのかしっとり系なのかを選択して、でその上にこの3番をつけるっていうような感じです。でこれなんか特許を申請してるみたいなんですけれども、DS 特許システム DS って書いてるんですけど、これは多分このクリームの2番、こちらちょっと小さいサンプルなんですけど、これセーハの、プロステージのですね、この DS っていうこの特許は多分ですね、ちょっと僕はあんまりこの語れるほどではないんですけど、この1番2の1っていうのがライトって書いてるんで、このサラサラな方なんですよ、使ってみたら。でこっちがヘビーって書いてるのがちょっと重い方なんですね。で使い方としてはこの1番をつけます。でこの1番が、ケラチン系のトリートメントなんですね、この1番で。このセーハのプロステージの1番はこの、ケラチン系、こちらのトリートメントをつけた上に、こちらの2番どっちか選択する、サラサラなのかしっとりなのかを選択して、で最後に、こちらの3番なんですけど、ちょっとシルク系なんですよね、こちらをつけるっていうようなすごい簡単なトリートメントでした。質感は皆さん知ってるあの大手の、4文字のですね、ななゆこさんの、やつに、まあちょっとね質感の感じは、まあお互いちょっと良さがすごくあって、どっちがいいとは言えないんですけれども、こう使いやすいのかなっていう感じがしました。まあ、成分的なものを言うと、結構アルコールのこれ1番なんですけど、アルコールの香りがちょっとするんで、このエタノールで、このケラチンを浸透させようということだと思います。でこのエタノールのアルコール系です。この1番の、アルコールのエタノールがついてるところで、まあ、ケラチン浸透させて、その揮発する前に多分この2番をつけるのかなと思うんですよね。どっちか選択してもらって、でこれつけるとすごいしっとりするんで、でこのしっとりした上に今度またアルコール系のエタノールかなと思うんですけど、エタノールとシルク系がこう入ってる3番で、こうサンドイッチするのがこの特許の、DS っていうこの特許の部分なのかなと思います。1番と3番のアルコールで、なんかこうサンドイッチするような感じみたいです。確かに、お客さんでやってみたんですけど、質感がこう使っていくごとにちょっと違うんですよね。1番つけて、2番つけた時の髪の毛の、毛髪のその質感もちょっと指で触った感じも違いますし、で3番つけるとまたちょっと違った質感が出てくるっていうような感じなんですよね。多分これ時間は全然取らない、僕は全然時間かからなかったんですけど、かなり、乾かした時もですね、まあ、しっとりした、僕はこの2番使ったんですね、まあ、1番も使ったんですけど良かったですよ、質感的に。ありがとうございます。ハートすごいですね、ノブさん、ありがとうございます。でこちら、まあ、こういう、ね、実験もしてるみたいで、この実験の結果はシャンプー7回して、従来のトリートメントとの皮膜の差をちょっとこう、皮膜のまあこう検証の差ですね、従来のやつと。でセーハのプロステージはシャンプー7回しても、水が
水を弾いてた疎水系にできてたよっていうことの説明だと思います。これね、怒られちゃうかもしれないけど、3番のこちらプロステージさん、これ希釈してブローローションで僕使えるんじゃないかなと思ってるんですよね。意外とこれ使えそうな気が、シルクのブローローションで、ありがとうございます、使えそうな気が。ユニゾン、あ、そうですね、ユニゾンさんです。こちらユニゾンっていう会社です。結構仕上がりはサラサラのしっとりでしたね。なんかこれちょっと明日やってみようかなと思うんですけど、取扱業者はどこですか。取扱業者はどうだろう、これは札幌だと、水野さんとかなんですけど、扱ってるのがメーカーによってちょっと扱ってないところ、業者さんでもその地区で扱ってない、大手さんが扱ってない場合もありますね。なんか矯正とかと今日組み合わせてみたりとかしたんですけど、まあ相性も良くて、僕矯正でなんか、あ、で、ありがとうございます、そうなんですですよねって書いて、そうなんです、ですから、なんか多分これもっといい使い方か分かんないですけど、勝手に怒られちゃうかもしれないですけど、1番つけてドライして、でドライしたらアルコール飛んじゃうじゃないですか。でもう1回1番つけてドライして1番つけて2番とかでやってった方がちょっと効果はありましたね。なのでまあ本当にどうか分かんないですけど、1番つけてドライして2番つけちゃダメだと思うんですけど、1番つけてドライして、ドライしないとなんか中に浸透しづらいのかなって勝手に思ったんですけど、でも多分この感じを見るとドライしなくても大丈夫な感じに処方されてるので、まあこのまま通り使っていただいた方がいいかなと思います。僕はちょっとこのアレンジしてですね、1番つけてドライして、1番つけて2番つけて3番で、3番は希釈してスプレーヤーとかでブローローションとしても使えるかなと、これはやってないんですけど、そういうような使い方もできるのかなと勝手に思ってみました。ホームケアのシリーズも、セイハのヘアトリートメント、これは2800円で 250g 入ってるんですかね、なんか多分水飴と蜂蜜系だった気が、あ、そうですね、そう、2番が、1番とかはケラチンベースで作ってて、でケラチンで毛髪を強化させて、でそこに蜂蜜と水飴の糖質系をちょっと入れてですね、そこでアルコールで反応させて、アルコール開いて反応させてですね、その後に今度、蜂蜜と水飴が反応した後に、今度またエタノールでちょっとですね、分解の反応とかさせて、今度はシルクとアミノポリマーですね、それでこう保湿するような感じです。それが、プロステージのこちらユニゾンさんのトリートメントですね。なんかパーマの前にこれ1番とかいいんじゃないですか、パーマと相性とか、ケラチン系なんでこれつけて、まあ、ちょっとアレンジするとしたら、アレンジしたら怒られると思うんですけど、勝手にこれは僕の勝手な持論ですけど、1番とかつけて、傷んでたらドライとかして、で1番つけて、例えばこうパーマ前にちょっとつけたりとかしてもいけるんではないかなと。で中間処理とかで、中間処理パーマじゃ無理か、2番つけれないから負担になりますね。まあ、あくまでも1番は前処理で使っていただいて、また最後に1,2,3 とか使うとかですね、それもありかなと思いますけどね。で最後仕上げのドライで疎水ができると思うんで、そんな感じでも使えるかなと思うんで、まあ、1と3がちょっとうまくこう組み合わせていけば、で2をどこに入れるかだと思うんですよね。この2番の、しっとりこちらをどこに入れるかっていう感じだと思うんで、まあ、僕今日宿毛矯正は何パターンかちょっと試してみたんですけど、宿毛矯正はこの2番を、中間処理で使いました。で、まあ
あの荷材が浸透しづらいかもしれなかったんで、荷材の時に、ちょっとまあ荷材が浸透するように、まあ、あるものをつけたりとかしたんですけど、まあ、そういう使い方もできるのかなと思います。ただちょっと浸透率、荷材の浸透がちょっと下がるかもしれないので、わかんないですけどね、まあ、そこはちょっといろいろ工夫していただいたらいいかなと思います。それで、使えるのかなと思うんですけどね、まあ、同じこと何回も言ってますけどね、これ 1,2,3 使えばいいだけなんですよ。はい、そう。だからこれをね、もしあの営業さんが、もしサロンに来ましたら、はい、あ、知ってるよそれっていうことで、とりあえずすぐこれ、ね、見るのめんどくさい、忙しいサロンの方とかこれ見るのめんどくさいじゃないですか。そのためにやってるんですけど、これ見るのめんどくさいし説明聞く時間もないと思うんですよね。僕も結構仕事してるとほとんど手離せないので、なんでしょうね、ディラさんの話とか聞けないんですよ。メーカーさんの話も聞けないんですよね。なので後でこう見たりとかするんですけど、そういう方のためです。はい、もう一回言いますね。そういう忙しい美容師さんのためにちょっとすぐ使えるようにですね、試供品持ってきたら、はい、ではまず1番つけます。2番選択肢、1番つけ終わったらすぐに、2番、はい、2の1か2の2があるので、これ、お、レンさんありがとうございます。ボスありがとうございます。で、あ、帰ってからね仕事しますからね。で、2の1と2の2、こちらどっちか選択、1番つけたら、2の1と2の2、こちらを選択、サラサラなのかしっとりしたいのかどちらかを選択していただいて、それをついてる状態で3番、こちらの方をシルク系ですね、こちらをちょっとつけて、アミノポリマーですね、これをつけて流して乾かす、ただそれだけ、 1,2,3 つけるだけです。選択するのは2番目につけるやつをどっち使うかだけですね。それをやって乾かせばもうこのトリートメント終わりますっていう簡単なトリートメント、それで結果が出せるっていうような感じなのが、このプロステージの制覇のトリートメントかと思いました。はい、でそれ以外の使い方としては、分かんないけど1番を乾かしたりとかして使ってもいいんじゃないかっていうことと、3番はこちらブローローションでも使えるんではないかという勝手な僕の推測です。ということで、今日の説明は終わりたいと思います。制覇のプロステージさん、こちらでした。はい。